こちらが灯籠館という施設だったというのがあるんですけど、まあ、皆さんよくどうかな、伊藤博文ですよね。まあ、センサーと私は思ってるんですけど、あんまりこうやっちゃまずいかと、本当はこうやってセンサーを入れようかと思ったんですけど、まあ、伊藤博文はですね、まあ、明治26年にちょっと小田原にも総録ってあったんですよ、うん、その、まあ、駅前の商船閣って旅館がありまして、うん、その会議も泊まってこの大磯を歩いたそうなんですよ、うん、で大磯がすごく気に入りまして、うん、特に藤井梅子さんがですねちょっと体の弱いということで、うん、こちら大磯がそういうのいいんじゃないかということで、うん、こちらに移したわけなんですが、当時明治18年に、うん、松本潤さん、嵐の松本潤じゃないですよね。松本潤さんが、まあ、軍医総監で医者をやったんですね。うん、それでイギリスの方に行ってまして、よくやはりその西洋、海で西洋できるとこないかと、芝生とかいろいろこう探しまして、まあ、千葉とか、そっか金谷と静岡に探してまして、ここが一番こう、いいってことで、うん、松本潤さん、日本最初の海水浴場を作ったわけです。うん、それで明治20年に東海道線、うん、今の東海道線ですけど、もともとは大磯は泊まり寄せなかったんですけども、伊藤博文とは皆さんの手を持って泊まるようになったと、うん、まあ、松本潤も一応働きかけたということです。それからこの別荘が始まったということですね。それで伊藤博文はこちらに住んだ明治29年ですけども、うん、皆さんとこれから見ていただくと分かるように、今あるのはもう本当に自分と言ってもいいか分かんないです。それで今これからご覧になる建物の周りにぐるっとホールとかそういうのがありますけども、これは西武さんの姿を買いまして、西武さんが一応これ使った時の建物です。ですから大磯町ですと、成人式とかあと結婚式とか、そういうので西武が運営してました。それで西武大正12年の大震災では潰れてしまったんですが、その後は日本と朝鮮との関係、まあ、国際関係で、朝鮮の李鴻章の、役員の方をこちらの方に連れてきて、その李銀さんという方がいるんですが、その方はあと、まあ、今で言うと一つ過ぎたですかね、こちらの方で伊藤博文が育てまして、その後は友好関係を結んだんですが、まあ、伊藤博文は明治42年にアルピンで殺されて暗殺されてますね。その後、まあ、李銀さん、李鴻章に引き継がれたんですけども、その時李銀さんのお嫁さんになる人っていうのが、鍋島さんのお孫さんの雅子さんという方も一応この李銀さん、朝鮮のうちの王様の後に結婚なされたんです。で鍋島直弘さんの子供は伊豆子さんで、イタリアでまた伊豆子さんが名前つけたんですが、そのお方がお子さんが雅子さん、万人の子って書くんですが、その方と一応結婚されたと。その時ですね、この人が初めて結婚するんだっていうのは新聞を見て初めて分かったと。そんなふうな、まあ、昔の世代だったんですね。それでまあいろいろと、まあ、生活などしまして、こう倒れたのをその後ですけども、まあ、韓国に当たりまして、施設系、養老院とかそういうところをですね、経営しまして、韓国の母と、そういうふうに言われてたらしいです。